こんにちは、菅野です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐい、ちょっとまあね、本詰めの手ぬぐいをね、お見せしますけども、こういったですね、綺麗な柄でワン、ね、一色でできています。でですね、今日ちょっとね、問題にしたのはこの端のところなんですね。ここの端で、手ぬぐいっていうのはこのようにね、切りっぱなしっていうのが一般的なんですね。一般的なんです。あのハンカチのようにこの三つ巻きの縫製もあの、まあ、我々、有料でさせていただいてますけども、ただあの手ぬぐいをご注文いただいた場合はですね、もう本当、90%ほとんどがこの切りっぱなしで納品するという形になるんですね。でこれはなぜかっていうところなんですけども、まあ、これはですね、実を言うと昔その江戸時代からね、こういったものが庶民にすごく普及していきましたので、その時の名残なんですよね。実を言うとその、まあ、昔はその衛生的にあんまりね、その、すごく綺麗っていうところでもなかったですから、拭いてそのままパッとかあの乾かしたりする、まあ高温多湿なんでね、日本は、湿気が多いんでやっぱカビが生えたりするということで、ここをです、端のところを塗ったりするとやっぱりあのそこだけ水が溜まったり乾きが悪かったりするということで、切りっぱなしっていうのが一般的になったって言われているんですね。またまあ三つ巻きとかそういった縫製する技術もなかったんでしょうね。ですからまあ生地のまま使うっていうのが一般的で、もっとね、使い勝手的に言うと、これをですね、ピッとこう切ってですね、ピッとこう裂いていくとですね、この例えばこの5センチで裂いたら下まで全部5センチで裂けるんですね、手のひらって。このこちらでもカーでもそうなんです。ここでピッと裂いてピッとやったらまっすぐ、まあ、平折りされているんで、そのように全部切れていくんですけども、これがですね、こうギザギザならずにまっすぐに切れていくっていうのが特徴で、例えばですね、活用するのに昔はやっぱり下駄なんか履いてましたので、鼻緒が切れたりとかした時に、手ぬぐいをですね、ピッとやってこうこのぐらいになって紐状にして、鼻緒の代わりに、修復するために使ったりとか、まあ、あるいは、どっか怪我をした時にですね、このぐらいの幅で切ると本当包帯代わりにもなるんですね、この手ぬぐいが。でそういったところで、使われていたんですね。でこれがですね、もう端の方三つ巻きされますとですね、なかなか切れないと。まあ、ハサミに切ってこうやって裂けるんですけどね、でもなかなか切れないというところで、まあ、そういったこともあって、切りっぱなしやとは言われています。まあ、本当はいろんな諸説あるようですけども、ただやっぱり使い勝手いいのはですね、こういったこの切りっぱなしのままでやるとすぐ裂けて紐のように使えるっていうのがやっぱり便利なところですよね。ですからもうそんなこともあって切りっぱなしっていうのが多いです。ただ我々、もうこの頃はですね、そんなこと言ってもなかなかね、やっぱ汚くて嫌やって言われる方も多いんで、きれいに三つ巻きをしてですね、収めることも可能です。ハンカチのようにして収めることも可能なので、ぜひですね、そういったことをどうしてもということがあればですね、我々のような業者さんに聞いてみてください。よろしくお願いいたします。